こんにちは、ザツです。今回はサービスエリアでご飯を食べていきます。ここは金沢片町という一番の繁華街になります。金沢から関西へ戻る途中、2カ所のサービスエリアでご飯を食べました。片道3時間ぐらいのように2カ所ってまあまあですよね。金沢市街地を出て北陸道へ向かいます。混んでなければ2、30分ってとこですね。関西まで300キロほどありますので、ガソリンを入れていきました。交差点にあるスタンドって入りやすいですよね。で、スタンドを出たら大渋滞でした。この日は金曜の夕方だったんで、週末だからかなと考えてたんですけども、しかしこの混みようすごいですね。金沢から車で帰ったの初めてだったので、毎度こんな感じかと思ってましたと思ったら、事故があったんでしょうか。これはまさに事故の事故ってやつですね。すみません。金沢西インターチェンジから高速に入ります。なかなか夜の高速って運転疲れるんですけど、好きなんですよね。まあ、どっかに行くっていうと夜の高速ですから、大抵旅行に行くときは夜出ます。ということで、サービスエリアの看板が見えてきました。金沢西インターチェンジから30分ほど走った位置にあります。路面の感じが北陸っぽいですよね。アスファルトが削れたような感じ、ちょっと独特な振動があります。サービスエリアに入る瞬間ってほっとしますよね。サービスエリアに入ったはいいけど、疲れててもついつい歩いてしまいます。今ですね、浜御前というところに着きました。時間は7時6分です。ちょっと夕ご飯食べに行きましょうか。遅くなりそうなんで。では行きます。実はですね、食べようとしてたものを決めてました。で、こちらは石川県になるんですけども、福井県からほど近いですので、まあソースカツ丼あるんじゃないかということで、ありました。めっちゃ楽しみにしてました。名物を簡単に味わいたいのならサービスエリアがいいですね。疲れた時の味噌汁ってなんでこんな美味しいんでしょうね。
ごちそうさまでしたということで片付けていきます。食器を見てたら結構カレーのお皿がありました。金沢カレーって美味しいんですよね。今ですね19時23分でご飯食べ終わりました。それでは、関西に向けて移動します。まだまだ続きますので最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。30分頃でしょうか、1時間ほど走った時にサービスエリアに入りました。結構思いつきで入ったんでどこだか知りません。今ですね20時40分で静ヶ岳サービスエリアというところに到着しました。で、何か食べていこうかと思います。では行きます。結構中に入ると小さなお店がいっぱいあるような感じでした。サービスエリアの食堂とはちょっと雰囲気違いますよね。ということでラーメン屋さんに行きました。比較的あっさりめのやつを選びました。呼ばれますか？7番見てください、この透明感。これぞ塩ラーメンという感じですね。まあまあお腹がいっぱいだったんですけど、これがまた結構さっぱりで入っちゃうんです。チャーシューではなく鶏のもも肉でした。さっきから鶏肉ばっかりですね。ということで完食してしまいました。多分1000キロカロリーぐらい余裕で超えてます。ということで片付けていきます。まあまあ食べれるもんですね。あ、ちなみに私辛いのダメなんで唐辛子は避けました。
パイン飴って。それでは今9時です。それでは進んでいきます。ご視聴ありがとうございました。もし少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。あと140キロぐらいで出てますんで、頑張っていきます。